はいどうもおはようございます桂春鳥ですおはようございます塩田恵美です三、えー、月四月もう三月というのははい、えー、意外にこの別れの季節だったりとかねそうですね、えー、そして四月というのは、うん、出会いの季節だったりとかするはいということで。 割にこの人間の心っていうのは割にこう動きやすい時なのかなと思いますよね。うん、ちょうど今のこのこ時期がねうん、うん、なんかこう涙あり、うん、そしてなんかこうドキドキキ感がありうだからあのあちょっとカシモロイドのコーナーやったかなあれで知ったのがびっくりしたのが3月っていうのが一番なんかあのほら。 離婚とかも多いとかって。あはあやっぱりね。あでもね年度末やしね。うそうなんですよね。あの区切りがいいですよね。区切りなんですだからいつしようかって言ってたことがうん、うん、もうこのタイミングやなみたいな。うん。まあお子さんのその新旧もあるん違いますよ。はい、なんかそういう、ね、タイミングが小学校に上がるタイミングでとか、えー、なんかね。うん、うん。ちょっと早い小学校に上がるタイミングでってちょっと早い離婚やねそれちょっと。<laughs> <laughs> ごめんなさいごめんなさいいやでも、ね、結構僕らのね、うんえー、同級生コトハの同級生なんて言ったら実は僕らが最年少なんですよえ保護者で割にみんな上やな、ね。 意外でしたわ、それは。だから四三何保で産んでんの？三十歳ぐらいで。でも平均でしょ。ででででで三十二ぐらいで産んでのか。今そんな遅くないしね。遅くないです。でだからもしかしたら二人目のお嬢ちゃんとあの子ちゃんが一緒かもしれませんね。他の上の世代そういう人もいてるでしょうし。意外にね一人っ子っていう。へえ。だからあの結構北に見穂的が多いね。 ほほと言いますと。いや、だから、その。美穂ちゃん、復帰したね。復帰した、おめでとう。的っていわゆる四十代入ってからの出産とか、そういうのが割に、今多くなってるっていう証拠やと思うよ。キャリア積んできはったんやね。ええ、だから、あの星と同じ数の出会いの中で、気がつけば、あなたがいたのっていう、あのう。中山美穂の歌がありましたよね、昔。何の歌でしたっけね、それ。えっとね。英語ばっかりで、ちゃんと言われへん。 <laughs> ララララシャイニスターやん <laughs> <laughs>、ね。いろんな出会いがあったけども、うん、気がつけばあなたがいたのって言って結婚してっていうような、ま、すごいなんかいろんなこの経験やキャリアを重ねてきてね、えー、今結婚しましたっていうふうなことが<ー>まあでも4月我々は別に特に4月になってこう、うんうん、新入生にあ 私まだなんです。学生に合うぐらいか 1> 1。うん。ね。まだ始まってませんよね。まだ始まってないです。なね。そうです。それが毎回ちょっとドキドキします。あ<ー>学年の色っていうのがあるので。はいはいはい。今年はどんなカラーかなと思いながらね。ねしかも、なんやろ、4月の10日が僕しっぱななんやけど。間違って繁盛亭の出番入れてしまいまして。<laughs> ええー。 で学校に「すいませんあのちょっとあの何があるんですか?」って言ったら「いやあの,あのちょっとここよりもええ仕事がありましたるってそれ、ね、学生部、うん、っていうかあれ何て言うの、まあ、いわゆる事務方の人たち、はい、僕が行ったらなんかちょっとそこの人らを人笑いささないといけないムードが今も出てるんですよ <laughs> 学校内で。 生きてきて生きてきててたみたいなだ <laughs> か言うて,てくれるでみたいな学校内ってそんなにねあの事務方そんな笑いないやんか大学は笑いない <laughs> ないわーないや,ろやっぱりそこの中でちょっとした潤いになりますよね <laughs> そ,そうなんですよ実はちょっとそれ思うねん何か,なだからなんかふわっとなんか自虐的なこと言うてね、うん、ちょっとこう笑いを吸っていただくというのがうん、うん、またそれがなんかね僕らもなんかあのお願いせなあかんこととかあるやんかいろいろと。はいもう いっぱいあるお願いせなくそうなんですよもうすぐそういう時あの忖度をしてくれる今流行り残ってけど今流行ってる忖度ねあの人は笑わしてくれるからみたいなんでねもう入力とかねもそうそうそう入力とかもうわからへんもう書類用意ですわね春になったらねそうなんですよもうはいこれパッドやってくださいって言って僕は髪型公会のダニエルブレイクと言われてんねんぞ パソコン疲れてるぞっていう。<laughs> 使えるとでマウスは画面にこうするぞっていうふうなことを言いたいですよね。ね<え>いやー、ーまあ、しかし、四月になるとね。うん、やっぱりいつも思い出すのが。うん、うん、僕はあの四月一日入門なんですよ。あ、え、じゃあ。もうこの四月で何年なんですか。え、あれ、<laughs> そう、そういうお話になっていくんじゃなかったんですか、今のえ、何年。 何年?。二十三年?。うわー、二十三年を迎え、二十四年目に突入ですかじゃん。んいや、ちょ。っといや、マンかどうかや、それね。いや、それで考えるとね。なん<ー>でしょう、私のこの若手感。<laughs> <laughs> <laughs> いや、こ、ちょっとこないだの話聞いてくれます、これ。えー、なんですかいや、東京の予選に出た時ね。うん なんか5年ぐらい寄席に現れたことがないっていう人がなんかふらっと来たんですよ、うん、そこのご一門の、うん、あるご一門の、うん、それでなんかこうジロジロとみんな「<laughs> <laughs> なんかでもうなんか伝説の人やから、えーうん、伝説の人やから、うん、あの悪い方の伝説悪い方の伝説ね、うん、だからみんなドン引きしててんてよ。うん、はあって俺は分からへんや <laughs> なん。 え今度「どこどこで地域寄せをやることになりました」そして2つ目2つ目っていうと大体3年ぐらいから15年ぐらいまでの人を真打になるまでのことを2つ目っていう階級があるんですよ。2つ目を中心としてその落語界へのオーディションをやりますって言ったんですよ。へ 寄せの楽屋でで聞き慣れないい。言葉ですよね。はい、オーディションは聞き慣れない。オーディションって聞いたことないでしょ <laughs> そんなんオーディションは年季中にされてるもんじゃないですかあもうそうですよねそうですよねうやろそういう日落ちたよってなったら破門やし、うんうん、でそれクリアしたよってなったら、うん、ねで、 ある意味自分で落語界の出番をこう組んでいかれる場合は、はい、あなんとなくこういう人一緒にお仕事したいなとか気が、はい、うまなとかそういうのもちょっと加味されますよね。わざわざそのオーディションというよりかはもうピックアップしていくという印オーディションでまあまあその、まあ、マスコミとかさ、うん、そういうの,ののオーディションはなんぼでもあって、うん、僕も琵琶湖放送のオーディション5回押し、うん、ないよ。<laughs> 三回目ぐらいから思った呼び名な <laughs> メモリーはないんか前のそうかス<ん><ー>美白放送のちょっとしたり公演があんねやんか<ぁ>そこの公演でレポーターみたいなの、うん、なんかオーディションすんねん,ねん、うん、俺だから五回そをなんかマイク持って、えー、はいあの桂春菜ですとかとかって言ってやってんけ、えー、で一回だから俺あの放送を5回オーディション行ったけど一回も出たことないからね そういうそうそうですかオーディションとはそういうもんなんですよねそういうもんです,すよ、ね、そうです受かるんじゃないんです受からないのが当たり前なんですよオーディションは <laughs> 10個いって1個引っかかったらああラッキーという世界ですよねいやいやでもね5回はねひどいでしょまあ同じ曲で5回言うのはちょっと珍しいかなと思う, <laughs> そうそう,そう,そういろんな曲でそうですかねもうほ、うんでね、えー「オーディションします」って言ってほんで「ラ LINE の,のグループ作るから全員に LINE の ID 書かせて、うん、で僕その方ってやっぱり挨拶したことなかったんで挨拶したんですよ「うん、すいませんおはようございますあの桂俊條と申します」って言ってでじーっと僕のこと見て「うん、お前も出たいかこの地域予選に」って,言,って言われて先輩から言われたら「出たくない?」とか言われへんやんだから「あ,あの出していただきたいです」って<ー>やっぱりなんかほら。 ままあ言言いますよね言うよね、うん、言うよねね言う,言う心の中はともかく、ね、それ言言いますねうでしょ、うん、そしたら「じゃあ5に ID 書い,書いとけ」うん。わかりました」ってばって書いて「うん、お前大体何年やってるんだ?」って言ってその時もなんか計算したものか自分のあ<ー>えっ,とって言ってほんでなんかお前浅いねんからスッと言えるようにしとけ」みたいな顔したはんねんか。<ー>ほんでなんかあの「23年です」って言って。 ちょっと忘れれてくれ <laughs> <laughs> 今のはちょっともういいって言って一回そう楽屋から出ていかはりました <laughs> その人もちょっと心の整理をつけたかったのに、ねうん、それも深呼吸してはったんやと思うわきっと出て行ってなんやあの若手感。あ<れ> <laughs> 若く見えるしね、春潮さん。か、だからそれで、ね、なんかの雰囲気がないんですよ。だからそう二十年の雰囲気がないんですよで僕にい。いや。 それを言ったらその20年の雰囲気ない落語家さんいっぱいいたりますよ。<laughs> 多分いや見た感じ若いってことですよ。えマジで。うん若くてなんかえもう20年もやってはんのみたいな。<laughs> はいはい、はい、今全体的にやっぱこう年齢がこう若く見えるから、ね、意外とおそ,そんなキャリアだったんですかってなる人いますよね。まあなあ。あ<ー>まあその中でもちょっとなんかおなんか重いっていうね、うん、見せ方をしてる人っていうのが意外になんかこう 良かったりするわけやけど、はい、まあまあまあそういうような感じで若手に見えるほ、うんで4月は自分の入門だ4月の2日やわ4月の1日に挨拶行って4月の2日初めてなんか日曜日でした、うん、で三代目春男児から「明日ちょっと悪いけど早いぞ」と「うん、7時半に来てくれ」と「うん、あ分かりました」。なんか一文で野球の試合があって、うん お前はバットとベースとかそういうのを運んでくれって言ってお<ー>、うん、で僕は監督なんだって言って、うん、でもたまに僕も出るかもわかんないけどねとかなんかって言ってなんか喋ってくれはって<ー>でわかりましたじゃあ七時半にって言って<ー>で四月二日起きました時計見ました七時半やった、えー、うわもうこのなんやろ一番ちゃんとせなあかん時になんかあ,ああいう時って緊張するんかな何するかって言ったらまず、うん なぜか時計持って部屋を走るよね。なんかねバタバタしますよね。そうああそうやって走って意味のない行動ね。<laughs> ええって言いながら。えー、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 ってやってと。私もでもそれため息一回出ますわ大きなため息が一回も。はあってなる。<laughs> もうどうしようもないですもんね。 ことでございまして、ね、でこのスタジオにね、うん、実はこの4月からこのラジオ関西で新レギュラーというフレッシャーを迎えてるんですよ、ザコバ師匠のお弟子さんの。 桂ツラ・さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。ちょっと待ってましたよ。でも、あんまりありがとうございます。いや、このね、4月からラジオ関西さんのサンデー神戸っていう番組でね、これきっかけが、このラジオなんですよ。このラジオに、え、嘘そうですよ。番宣で出させていただいて、それでスタッフさんか、もう誰かが僕の隠れた才能見抜き貼って、何言うてんのちょっとぐらい笑ってくださいよ。なんで、なんでちょっと真顔なんですか、しゅんじょりさん。 このきっかけだから俊一お兄さんのおかげですとこれ僕が落語オでねー宣伝オナキヤ言うてくれはってこ、うん、さしてもらって四月からレギュラー。ーほんまこれはもういや親もろとも俊一お兄さんに感謝しますよほんまにありがとうございます。<ー>ほんまにありがたい。すごい。ごい,いやでも,やでもえ誰だディレクターさんってどなたなんですか。えサンデー神戸さん,ん、ね。サンデー神戸サンデーコー神戸さんというのはちなみに、はいえー、どういった番組ですか。 え、僕もちょっとまだ詳しく聞いてません。 してるけど <laughs> なんかやなんかやんわり聞くなん神戸の番組は日曜で神戸やうような <laughs> 日曜日で神戸の番組や、はい、いや、ね、みんなざっくり質疑あの前回ベベさんがね来てくれた時もね青葉兄さん青葉がもうラジカルでなんかレギュラー決まったそうでとかって言わはってベベさんが <laughs>、はい、いやなんかえー、な,んなんの番組はね神戸の情報番組 <laughs> いやさラジカンでやるんやから神戸の情報番組があることは間違いないですよ。<laughs> <laughs> でもねレポーターラジオのレポーターってはい、はい、俺はもうほんまに二度とやりたくないっていうぐらいあなんか経験がめちゃくちゃ難しくない,いや僕ちゃんとやったことないんですそのラジオのリポーターっていうの <laughs> 俺実はねラジオレポーターとしての初レギュラーってラジカンやねうん。え<っ><お>で。え 結論から言っていいはいはい。えー、2回で降ろされました、ね、<laughs> いや <laughs> 逆に何しはったんですか何にもあのね、ある意味できてなかったからやと思う。うもうあの、鬼軍曹みたいなディレクターで今林さんという人いてんけど、<laughs> はい、<laughs> これがもう鬼軍曹みたいな。ほんで、えっとね、 小林睦郎さんの番組やったけどー小林睦郎さんが、えーっとまあ、当時春菜春菜くんってんあのお父さんと違ってちょっと痩せてないねみたいなことを <laughs> 言ったので「<laughs> はい、そうなんですよ」ってまず,まずこのスタジオで一言言うてから外出ていくっていうそういうような感じやったけど。<laughs> であ、そうなんですよって言ってちょっとおなか見せましょうかって言って、うん、パッとおなか見せたら「腹とか見せんでええんじゃん!」ってなんかそのサブから「<laughs> ええー、<laughs> そんなことしてるからなふざけてんねーて <laughs> ーん!」ってうて「ちゃってよ!」 今の小林睦郎さんが言ってるんじゃないよ。そサブにいてる今林さんがこの何やこのイヤホンからぶわーきてほんでこすいません」って言ってしまったもんリスナーの人は何の度も思ってこっからいきなり「そんなちゃうね」って聞こえてきたから「すいません」ってなんか言ってしまったんです。か それそうなるわね。えー、そんな言われたら、ちょっと怖なってきますわ。二回。じゃ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 、そそんな人今いないから。あ、そうですか。んそんなもん、あんなん、パワハラやんか。パワハラって。だけど、当時は。当時はあんなんがおったんですよ。俺、今、前さんは。 めちゃくちゃめちちゃゃくやっぱ今でも可愛がってくれんねんな <laughs> あ,<ー>あ今もあらいたはるんですかいやたまに行きてはるけど、うん、結局ねなんかねそういう人ってなんかね、うん、結果的に仲良くなるよね結果的に熱量が同じなんじゃないですか志ん朝さん <laughs> いや、そういう人ね。そうね、俊治さん暑いですからね。暑いから。そう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 。だから暑さのその出方、出力の仕方違うかもしれないけど、そのボ、何て言うかな、熱量同じぐらいやからアウン違います。いや。い確かに。アウンはこの間あのちょっとほんな串カツの会って見に来てくれて、はい、勉強生かしていただきました。その時のちょっとレポート一回やってくれた。いや、すごい楽しかったっす。あれ。 <laughs> いやいやいやでもほんまに感激したんはもう開志兄さんと吉弥兄さんと俊輔兄さんなんですけどもおのおの全員がもうなんか自分の落語を完璧に確立してる3人が、うん。 こうなんかもうバッチバチもみんな仲いいんですよ3人でもね絶対これは内心このバッチバチ感はあんねやろなみたいなもうちょっとやっぱ講座でなんか皆さんなんかこの魂のぶつかり合いみたいなのが見れてすっごいなんかこれがなんか落語の息を超えたなみたいな感じをしましたけどね<う>うん息を越えてどもうど,どこどんなところに行ってました <laughs> そうですねじゃ落弱語落 <laughs> 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 深井い,い。ワそうっすね深井何,何を言おうとしたの深井そうっすね深井弱号深井かわいいでもねすごい感動しますだから春朝じゃトップで人情話してたじゃないですか深井春朝さんがトップだったんですかあのね、うん、昼は、うん、ええー、開始吉夜春朝になったんですよ深ほー深開始は三十国っていう旅ネタで笑いのある、うんうん、笑いの多いほ、ね、んで次に えー、中間的な吉野さんが100年目。これ僕が芝浜<ー>で。これ締める話をね、うんはい。だから流れとしては昼間は完璧の流れ、うんはい。落語界のふあ,<ー>あるべき流れなんですよね。<ー>ところが全く夜は逆転現象起こってしまった。これくじ引きでまあ順番決めるんだけど、うんえー、春朝吉野開始になってしまった。芝<ー>浜。 あの後とかやっぱり、吉弥さんちょっとやっぱりね。若干やりにくかったと思う。といや、絶対やりにくかったと思いますよ。お客さん、そんなん、ド泣いてるとか。で、はい、変なってなってるとこで、キチ弥さんがどうも言うよで、出てくる。洋電すきやめ、僕やったら。でも、でも、それでも、やっぱりキチ弥さん、どん、もう、だん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 、自分色に染めはって。<ー>最高は、ものすごい,い状態で終わらせて、で、最後はもう開始が。ぱあっと明るくね。三十<ー>個くんの、ね、ほんまん大阪の旅ね。 の香りをね<ー>残してそれでもうあの回だから僕は最初どないなるかなと思っとってんみんな45分ずつ持ってうん、うん、でやるっていうまあ長いやんか、うん、で大ネタを3連発もしかしたら一発目に芝浜とかなるかもわからん,うん、うん、ほんまになってしもったうん、うん、でどないなるかなと思ってたんやけど、うん、結果どうやったお客さんも。めめちゃめちゃゃ大満足思いますななななんかなんんかやろうなこのみんなさん 5分分でで客席を全部自分色に染めてまんですよう<わ>それが僕びっくりしましまたねすごいなこれはこんなことできんねやトップってやっぱり自分全員が自分のお客さんに絶対できないんですよなんかあ,あと20分あとあ,あと3席ぐらいあったらやっと多分この人たちは僕のこと知りてくれるんやろうなみたいな時はあるんですけども、うん、1一席目からもう春にそのんなりバーンとお客さんつかんでで<ー>春蝶色に染めてその後ときっちりしたどうすんだやろう思ったら。 なんかもうみんなが春朝二さんの色から吉野兄さん色に変わっていく瞬間がなんかどんどん分かってきましたね吉野兄さんの講談の時もあれもびっくりしましただからなかなかいいレポートできるありがとうございます。もうだちょっとこれ一回一回さあの外出てさなで俺あの今からさあのお小遣いあげるからありがとうございます。千円あげるからその千円持って。 昼ご飯とかも食べてほんでどっかの町行ってきて携帯持ってるやろ持ってます持ってます1時台から今日時間空いてんねんかはいはい一回レポートやってみたらうわいいんですか練習だちょっとこえいいんですかプレ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 オープンしていいんですかそれやってこの声ええなあなったら「サンデー」も聞くよこれでヤバかったら「サンデー」のレギュラー下ろされるみたいないですか大丈夫ですか サンデー神戸は西条裕二さんがメインパーソナリティを務める神戸市の広報番組です毎週日曜日朝9時から放送していますいいですね嬉しいはいはいちょっとやらせてもらいましたちょっと行きましょうありがとうございます1000円で食べれるものっていうのではいはいはいわかりましたただやっぱりチェーン店とか入ったらあかんで分かります分かる分かりますだからランチレポートみたいな感じですかランチレポートとマチレポートとかいはいはいはい 何分やっても何分ぐらいやる？何分目指す？四分ぐらいですかね。短い。いやいやどう何分ぐらいですかね。まあでもねスタジオと春朝さんとまた掛け合いでやっていたらまた長くなるんですか？そうあああ。まあまあ大体十五分ぐらい持たせるっていうような感じ。わかりました。十五分をちょっとあのに頑張ってみます。これ食レポとマチレポと。どこへとこの近所でも何でもいいよ。わかりました。一回やってみる。はい。僕なんか一回その。 ジェイコムさんのテレビ番組でロケした時にラーメン食べるやつで、うん、あのレンゲとお箸ラーメンにボッチャはめて思うてほんで生中継やからラーメン食べるぞ終わったことあるんですよ「ああ <laughs> 時間ないです」って「もお箸持ってきてください」って「お箸お箸」みたいなバラバッてなって宣伝行ってもうてなんかそのままなんかラーメン食べるの終わって思ってめっちゃ怒られ <laughs> <laughs> 生,生,生で <laughs> レンゲとお箸ばっちゃになってる大箸落としてザボガ師匠からもうなんかいつもよう怒られてあ<ー>なんかど,どんなしくじりしたらちょっとそれでちょっとこの間な,あなんで怒られたんか分かんないですけどこの打ち上げの席で師匠が泣きながらこの落語家っていう世界があってほんま良かったと。 こんなんいい世界ないぞと、うん、青葉なんて特にそうやと「お前落語家っていう世界ってよかったな」言うや師匠ほんまそうです僕師匠二遊もせがかったらちょっとおこもさんになってたと思います」って言ったら師匠がバーン立ち上がって「お前におこもさんが務まる思ってんのか調子乗んな!」言うてめちゃめちゃいいそっから10分ぐらい怒られて僕でもめっちゃじゃこばしようの気持ち分かる <laughs> <laughs> 僕いやあの時怒られましたけどねめちゃめちゃ分かるんですか、ね、分かるんですか <laughs> <laughs> なんか日々そう更新されていくんですね怒られる内容が。怒るで言うとね、この間久しぶりにね、うん、あの嫁と一緒にいて、うん、嫁がアウトドアで第三者に対して怒るところを見たんですよ、うん。これね、いつも自分はインドアで怒られてる側じゃないですか。うん、ついに相手を怒ってるところってこれね。 すすごい爽快だったんですよ<っ>コンビニでね<っ>あの今ほらなんか矢印みたいなんついてるやん下,あの下にフロアのとこにここに並んでくださいみたいな、ね、商品と商品の棚の間にビヨーンってなんかこんな足矢印貼ってあったりとかして、うんはい、なんかちょっと分かりにくかったりするねんやんか,かそこになんかほんで並んでんねんけど。うん これコンビニによっってなんか違ったです、ね、一番右の方からあの迂回して並んでるっていうものもあればなんか3列ぐらいなんかこう矢印がレジごととかもあるしこれはまあ言うたらローカルルールなんですよ分かりにくいんですよ。でそこにそこは1列で並んでたんやね。ほんで嫁さんと僕の前におっさんが1人並んでたんやけどそこでね なんかもうほんまにの八十代ぐらいのおばあちゃんかながあの歩いてきてねあのまあ結果的に横入りみたいな状態になったんですよ。だけどそのおばあちゃんにしたら分からへんじゃないですか。わからない、いややこしいからね。東京のあの言葉でな並べよばば。嘘、うん。って言ってこの六十代がこのこの人も多分六十代と思うんだけど。 えー、並べよこっち矢印ついてんだろこれ。う何やってんだよおめええー、ほんでそこでうち<あ>の,の嫁さんがファってなんかそのおばあちゃんのとこ行って「こっちですよ」って言ってで店員さんも言うたらルールを違反してんのはこのおばあちゃんやけど、うん、それやけど悪気ないっていうのは分かってるわけや、うん、<う>から、ね、何,何とも言えないムードになって、うん、であの嫁がねファってあの手取って「 となんか後ろの方にで後ろの方に並ばせてあげたわけですほんだら「いい格好してんじゃねえよ!」って言うてほんでパーッとこうやってそのおっさんは出て行ったんやんでえらいおっさんおるなとか言って「むかつくよね」みたいな嫁が言うてほいでその僕らもレジ済ませてそれで出たんやほんだらそのおっさんが待ち構えとんの怖。 うん。ほんで「おいちょっと待てこら」とか言って「えっ!?」ええ？俺の言ってること間違えてるか!」とかこうやって言っ,て言ったら<ー>もうそう僕も何か言おうとしてんけどそれより先に嫁が「<ー>20年経ったらお前もああなるんだよ!」って言っで。<laughs> ずっと科学は進歩するんだよ <laughs> その二十年後、お前がそんな、ちゃんと社会のことわかるとでも思ってんのか <laughs> すごい奥さんやな。<laughs> どうなんだよ <laughs> すげえ。<laughs> そのおっさんが <laughs>、っ、って言って、最後に、けえって言って逃げていっけえ <laughs> <laughs> って言って逃げていった。かつらのバタ,ーバタフライエフェクト。